海老名市温古館は神奈川県海老名市にある海老名市立の郷土資料館である。郷土の歴史に関する文献や土器や資料等を収集し、整理と保管をして展示をしている。温古館を前に記念撮影に収まる中山、舞吉夫婦。昭和初期撮影。温古館の創設者である中山舞吉は1868年に高座郡国部村に 合能の息子として生まれた。1875年に地元の国部学者に入学した。1883年、国部学校を優秀な成績で卒業した中山舞吉は、そのまま小学校の授業助手を行う補助員となった。その後職を転々としながら、初等科教員免許取得に努力し、主義よく免許を所得した中山は1890年に、 郷里である海老名の小学校に就職し、その後35年間、海老名で教員生活を続けた。中山が郷里で小学校に就職した、前年の1889年、国部村など旧家村が合併して、海老名村が成立していた。中山は1909年には海老名村立尋常、高等海老名小学校の校長となっている。 尋常高等海老名小学校の校長となる少し前頃から中山は仕事の余暇に相模国分寺をはじめとする海老名の郷土史研究に没頭するようになる。中山は幼少時から見慣れてきた相模国分寺跡の後輩に心を痛めていたが、1906年、相模国分寺跡の祖先が海老名村、在京軍人会が建立した。 日露戦争の戦没者中婚碑として流用されてしまったことに衝撃を受け遺跡保存の必要性を強く感じるようになった。また明治末から大正期に入り日本各地で郷土史に対する関心が高まりつつあった。中山の相模国分寺跡をはじめとする郷土研究は郷土史に関する関心の高まりとともに進化していった。中山の郷土研究の中心は 相模国分寺跡の調査研究、保存であり、その活動は次第に周囲の賛同を得て広まっていった。1912年、東京大学教授の黒板克美が相模国分寺跡の実地調査を行い、東国有数の遺跡であると高く評価する。その後、歴史地理学会の現地調査が行われるなど、相模国分寺跡の知名度は着実に上がっていった。 1918年、海老名村が国分寺史跡の保存についての決議を行い、また、神奈川県知事の有吉忠和が視察に訪れ、相模国分寺史跡の重要性を認め、遺跡保存事業の検討補助を約束した。こうして、海老名村では、相模国分寺跡の保存事業が対象7年度から3カ年計画で実施されることとなった。事業の中には、 遺物陳列室内史歴史陳列室の建設が挙げられており、海老名村が購入していた国分寺関連の遺物47点、石器時代の遺物388点、そして大正7年度購入予定の遺物約50点と参考図書などを陳列する資料館の建設が計画された。計画では建物の建つぼは6つぼ、亜縁板吹き、窓は近藤張りのガラスと、 そして板張りないし、コンクリート床とされ、建設費は300円とされた。資料館は中山が校長を務めていた、海老名神城高等小学校の校庭に建設された。実際に建てられたのは当初計画の半分である3つぼの建物であったが、建設費は予定の300円を大きく上回る394円、余りとなった。1921年3月に開館した。 資料館の名前は、温古地震から取ったと考えられる。温古館となったが、命名者は不明である。温古館の大事は、当時の神奈川県知事、井上光斎が記号した。また温古館が開館した1921年3月には、相模国分寺跡が国の史跡に指定された。初代の温古館は、相模国分寺跡の資料など、約500点の郷土資料を収蔵しており、 神城高等小学校の授業に用いられるとともに、外部からの見学にも応じていた。しかし1923年9月1日の関東大震災で倒壊してしまう。震災後、倒壊した温庫館の部材を利用して再建されたが、1925年、海老の神城高等小学校の校舎を増築することとなり、それに伴い、小学校校庭にあった温庫館は海老名。 村役場敷地内に移築された。その後、昭和30年代になって役場庁舎を増築することになり、1964年役場敷地内の温庫館は相模国分寺跡の注文跡地付近の国部阿ザイア1932番地に移築された。しかし、役所からやや離れた場所にあるために管理上の問題があり、これまで使用してきた建物が老朽化し、 さらに来館者の利便性も悪いことなどから、1970年に当時の中央公民館の向かいにあたる国分ざ、押しほり248番地にプレハブ作りの建物となって移転、翌1971年7月1日に開館した。しかし、海老名駅前再開発のため再び移転を余儀なくされたため、1982年10月、 国部アザイアド1934番地の旧役場庁舎を補修改修し、温庫館として使用されることになった。年表形式で歴代の温庫館について整理する。本校では移転、移築の度に台をカウントした。1918年に建設された海老名、村、役場、大正時代に撮影。1982年以降、 エビナ市オン館として使用されている建物は、1918年4月にエビナ村役場として建設された建物である。1889年に発足したエビナ村では、1910年の国部大化によって役場が消失してしまい、相模国分寺の栗を仮庁舎としていたが、1916年頃から再建計画が練られ、1918年に竣工した。 エビナシオン館の部屋の、中から撮影した窓の外の風景建物は、木造を2階建て、三河原武器で、外壁はドイツ下見板であった。オン館の最大の建築的特徴は、正面の玄関ポーチに見られ、バージボードと呼ばれる飾り破風、柱頭飾り、垂れ飾りなどがしつらえられており、装飾は直線的かつシンプルなものとなっている。このような建築様式は、 文役所様式と呼ばれ、明治から大正期の役場などに多く見られるもので、最も多く建設されたのが、洋風木造の2階建ての建物であった。海老名村役場は、建物の外観は、洋風建築であるが、小屋組、土台などは、日本古来の建築方法を採用した和洋折衷の建物であり、海老名村国部の大工、藤井熊太郎によって、設計、施行が行われた。 エビナ村役場は当初一階は事務所二階は村議会が使用していたと言われている。1918年に建設された役場は1940年の調整施行を経て1966年10月まで役場として使用された。この間、1951年、1957年の2回増築工事が行われ内装についても増築時を含めて 数回改装された。役場が移転した1966年以降、商工会議所が入居した。しかし建物の老朽化が進んだため、1980年に商工会議所も移転し、解体が計画された。しかし由緒ある旧役場を保存してほしいとの声が市民から上がったため、建物は保存されることとなった。そして旧役場保存決定と同時期に、 海老名駅前再開発の影響で、海老名駅近くのプレハブ作りの温庫館が移転せねばならなくなったため、移転先として旧役場庁舎が当てられることになり、補修改装の上、1982年10月から温庫館として使用されるようになった。2011年の移転前の海老名市温庫館跡地その後は、海老名市の郷土資料の資料館として利用され続け、 1990年には関東大震災前に建てられた貴重な大正時代の軍役所様式建築として神奈川の建築物百選に選出された。しかし耐震診断の結果、震度6程度の地震で倒壊する恐れがあるとされたため、2006年9月から休館となり、温故館の展示品は海老名市文化会館内に設置された。 エビ名市郷土資料展示コーナーに移して展示されることになった。温庫館の建物については再び解体、保存についての協議がなされたが、エビ名市民による保存運動が行われたことや貴重な近代建築移行であることが評価され、2008年12月に補修した上での移築保存が決定された。2011年3月、 現在地の国分南一丁目6番36号に、一区が完成し、一区保存になった建物に、海老名市郷土資料展示コーナーから展示品が戻され、同年4月、温古館は再開館した。神奈川県内には、神奈川県庁舎、川崎市役所、旧横須賀市田浦市所など、戦前の地方庁舎建築がいくつか残っているが、 中でも温古館は現存する最古の地方庁舎、建築である。また、温古館は、岩手県の旧市和国役所などとともに現存する、軍役所様式の建物としても貴重な存在である。収蔵品と展示品を写真で紹介する。ありがとうございます。